マモル君と二人でイギリス街を見て回るのね。一体誰を選ぶのかな。あれ、私なんだか胸がポカポカする。なんだろう、俺も胸がポカポカする。いやでもさ、同じ気持ちなんだよね。最初はさ、全然見向きもしなかったくせにさ、なあ、日本代表で世界に行くと分かるや否や自分のことを好きになる冬か、同じこと味わってんだよ。俺も最後みやこさんって好きだったのに、全然相手されなかったので、ちょっと名が売れてきたら加藤さん、同じ。この女食えねえぞ、みんな気をつけろ。でもね、一人だけいるだろう。俺のことをずーっとそばで見守ってくれてた女。遠藤くん、私でいいのかな。え、私とパーティーの準備をするんですか。いやー、でもビジュアルだったら冬香ちゃん一択なんだよな。こんな純情青春ラブ、うわー、でもなんかここで冬香ちゃんを選ぶのは男として負けな気がする。でも俺は負けでいい。ありがとう。本当はこんなに人が多いところを一人で歩くのは不安だったの。目指すお店はこっから北のエリアにあるみたい。行こう、マモルくん。俺は負けでいい。そういえば、この間、アキさん、ハルナさんとの二人とショッピングに行ったの。可愛いアクセサリーを見たり、カフェでお茶したり、おしゃべりしたり。私、お友達とそんなところに行ったことあんまりなかったから楽しかったな。稲妻ジャパンって、いい人ばっかで、なんだか胸があったかくなるなぁ。マモル君どこ行く？アキ。お前、バカ野郎！俺を取りに来たんだろうが。黙って俺についてこい。よかったな、お前、本当に。どこに行くかと、お前。なんでお前にその決めらんなきゃいけねえんだ。俺が活躍してから、てめえ、媚び寄ってきやがって。マモル君、どこに行く？どこに行くかを俺が決めるんだ。ここに行くんだ。稲妻ジャパンの方ですね。お待ちしておりました。こちらが皆様のために用意されていた衣装になります。私、ハイヒールなんて履くの初めてです。似合うかな？似合うよ。そうかな？あれ、なんか、おまけがついてるみたい。古びたピンバッジを手に入れた。マモル君、時間もあるし、他の場所へ行ってみない？いいぜ。ゆっぺ。マモル君、どこ行ってんの？お前さ、何なんだよ。だったら何食いたいかてめえが決めればいいじゃねえか。何でもいいって言ったのてめえだろうが。なんだよ、答えよ。じゃあ言えや。どこでも連れてってやっから。ここだったんだね、君の気持ちは。どうした、冬っぺ、誰か探してるのか。うん、守君のおじいさんいないかなって思って。おじいさん、世界大会を見に来てると思うの。守君がここにいるんだもん。冬っぺ、サンキューな、俺のためにな。うん、いいの。私もちょっとだけ気になるから。